えー、小学生の時理科のテストで目玉、目カはどこで卵を産むかの問題に私はお尻な、な目カに子宮あると考えお尻なと書きました。休み時間で教団で先生がテストの最短締め、生徒が集まりましたので、私も見たらみんなの答えは水草でした。自分の回答用紙が回ってこないようにので回ってこないま休み時間が終わりほっとしたんですが、未だにあれは問題が悪いのでは確か目玉はどこに卵を産むかではと今も考えそう思いますがあ、僕もそう思います。正解だと思います。なので、どこでっていうのだと多分あの水の中が正解ですよね。 要はその、あの、どこって場所じゃないですか。なので川とか池とか生息してる、その淡水の中で産むが多分正解だと思うんですよ。で、どこからだとお尻の穴とか子宮とかだと思うんですよね。で、どこにだとあの水草だったり、そのあの水中にあるあの植木鉢の破片だったりとかで、で、ただこの問題が難しいのって、あの、多分正解水草なんですけど、じゃあその僕今あの植木鉢の破片って言ったじゃないですか。 あの、メダカが植木鉢の破片に卵を産まないって証明するの不可能なんですよ。なので僕はあの理科のテストの時に大体こういうの書いてたんですよね。その正解は水草だという体であの問題を出されたと思うんですが、植木鉢の破片と書いたとして、植木鉢の破片に卵を産まないと証明することは先生はできないと思いますけど、いかがですかとか書いちゃうようなこともなったんですよ。本当にすいません。